学生の皆さん、一度は何もないけど休む、いわばズル休みをしたことがあるんじゃないでしょうか。そんな時、普通だったら見ることのできない時間帯の番組を優越感と気持ち程度の罪悪感に襲われながら見ることができます。1つ目、バケルの小学校。はい、こちら2008年まで朝9時から放送されていた小学2年生用の番組です。小学生用なのに9時から放送と謎が残り、無駄にシャウトの効いたオープニングはズル休み諸君の脳裏に焼き付いたに違いない。2つ目、ざわざわ森のがんこちゃん。はい、こちら9時台のどっかで放送されていた小学生1、2年生用の番組です。声優に野沢雅子さん、主題歌がスカシゲーでおなじみ谷圭さんと、の激しいキャスティングが見どころ。一見バラエティに見えるが、実は絶滅した人類に高度な遺伝子操作をされた恐竜たちの物語を描いた作品と。3つ目、ゼンマイ侍。出ました、朝の冠番組。こちら平日7時50分から放送されていた5分程度のアニメ。再放送が急にぶち込まれてサボり組をデジャブに突き落とすことで有名。そして何といっても必殺団子剣のフレーズが有名でしたね。次です、4つ目、エゴリア。エゴリアキノコの化け物、エゴリア。エゴリア次です、5つ目、カペリート。はい、こちらでおなじみクレーンアニメーションのカペリートですね。当時のサボり組は一度は見てしまうと気持ち悪くて仕方がなかったの。しかし大人になって見てみると作るの大変だろうなとか後から聞かせてくるでおなじみですね。6つ目、ピタゴラスイッチ。はい、こちら後半もうネタ切れで、そのお前先週も見たわ続出でおなじみピタゴラスイッチ。クリコーダー一味の奏でる音楽が頭に残り、今でも口ずさむという名曲になっているということなんですが。